えー、こんにちはです今私はね山形にいるんですけどもあのー、たくさんねいろんなところもあってね、えっと、とても嬉しくて今夜中に通ってるんですよその夜中にですねあの編集作業の時に、えっと、いつも飲み物を飲むんですねでその時の飲み物はですね旅行に行くと必ず限定物とかをちょっと飲みたくなって その限定ものをですねちょっと面白いなって思ったんでちょっと買ってきたんですよそれはこちらなんです山形パインサイダーっていうとっても面白いものでございましてパイナップル山形県産のパイナップルを使ったあの炭酸ジュースらしいですね山形名物というか山形県民知らない人いないんじゃないかっていうぐらいの飲み物らしくってジサイダーらしいですね えー、東村山部中山町ほな、えー、パイナップルのサイダーっていうのはなかなか見ないのでね、えー、これからですねちょっと飲んでみたいと思いますでは開けましょうでは開けましょうよい,いしょっといい音がした <laughs> じゃあ、ちょっと香りから確かめてみていると思います。パイナップル。うん。爽やかなパイナップルの感じですね。ちょっと出してみましょうか。よいしょと。お、鮮やかな黄色だ。おー、シュワーってしておすごい。金色に輝いててすごい。この泡がなんか、泡の光沢がすごいですね。 じゃあ飲んでみましょういただきましょうんパイナップルも本麒な香りと味はするんですけど結構炭酸強いですねうんうん今動画編集中なんですけどねやっぱりあのこの 炭酸の強さはねやっぱりシャキッとさせてくれますね。脳の回転を早くさせてくれるのかなっていうのはもう、あの、僕個人的なもんですけども、やっぱりこれ疲れた体にいいんじゃないですか。特に夏なんかいいんじゃないでしょうか。うん、最高ですね。口当たり最高ですね。えっと、とても、えっと、フルーティーで美味しかったです。 えー、山形に行ったらね皆さんねぜひね、えー、試してみてください詳しくはこちらあのパインサイダーへの肉概要欄に載せておきますご覧ください,ご,いご視聴ありがとうございました